どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、2017年4月7日の15時で、メンテナンスが一部入って、そのメンテナンス終了しておりまして、ついに、みんなで大決戦のギガボス、最終ボスがアップデートをされたということで、アルダララが出現しました。このギガボスを打ち倒そうということで、多分、今回のブラザーフード編の、みんなで大決戦のラスボスという形になるんでしょうね。ギガボスアルダララが出現ということでございますが、それ以外にもですね、メンテナンスの方でバトルの一部調整があったようでございます。ちょっと戻ってメンテナンス終了の お知らせ、こちらですね。討伐クエストでの制限ターン数10ターンから8ターンに変更と、まあ、ちょっとバトルのテンポを良くしようということですね。で、制限ターン数の変更に伴いポイントも調整されて、さらにはバランス調整も行われたという感じなんでしょうかね。あとは期間の延長ですね。1日延長されましたね。で、受け取り期間に関しては18日までという形ですね。あとディスキングレオのところで一部調整があったということが書かれておりますが、あと追加でツイッターの方もちょっと情報を見てみましょう。はい、こちら、市村プロデューサーのツイッターで、今回のみんなで大決戦の、まあ、回収ポイントというかね、次回のイベント実施はゴールデンウィークよ、を予定しておりますがということですが、ここに、詳しく書かれてます。みんなで大決戦回収案ということでね、4月6日の時点で発表された内容ですね。2回目がゴールデンウィーク頃を予定と。で、バトルバランスの調整さらに入り、魔物の軍団の期間限定追加というのも書かれてます。で、さらには3回目以降というふうにね、ここに書かれている通り、まあ一度ね、みんなで大決戦、まあなんていうんですかね、プレイオープンという感じもあったんでしょうから、そこから見た改善修正をしながらね、いいものにしていこうという感じが見えております。はい、で、早速ではございますが、みんなで大決戦来てますよ。これですね、ギガアルダララでね、アルダララがですね、ギガボスへのダメージっていうのが別途追加されてるみたい で、ここにね、あのHP が減っていくパターンではなくて、どん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 ダメージが累積されていくような感じになるみたいですね。で、どういう形で補充得られるのかっていうのはちょっとイメージがつかなかったんですが、まあとにかく、AI 確認のために今回は、まあ、資料として、動画を提供していきたいと思いますので、まずはやっていきたいと思います。はい、討伐クエストブラザーフード軍ギガボスアルダララ伝説級、詳しく見てみましょう。お、サイレス、アクバー、デストシスト全部出てくんだね、これ大変そう。推奨レベルは、85、行きましょう。ということで、事前情報ちょっとあって、食べ物がですね、混乱と闇ブレが欲しいらしいので、で、まあ一応封印も持ってこうかなっていうので、初見チャレンジやっていきたいと思います。出発する。さあさあ、どんなもんでしょうか、アルダララちゃん。でね、今回応援ボーナスなんかさらに追加されて、ボスバトルでいきなり CT チャージとかね、追加されたみたいです。今回マモマス、スパスタ賢者で、ブメ、ハンマー、杖で来ております。さあ、先手取った。お、いいね、ケントの祈り。このね、あれだね、ケントの祈りはあのチャモロ魔石が今回めちゃくちゃ使えるっていうね、まあ、7% なんですけど CT チャージ 100% がかなりアドバンテージが大きいですね。さあ、アクカットでスキルフィニッシュ必ず入れてきたい。ドラゴラムも入る。いいね、通射。さあ、まずは1ブラ突破で、あと7ターンってなってますから、今回のメンテナンスでね、先ほども言ってましたが、8ターンに調整されたみたいですね。さあ、道中、おー、もうアルダララが見えてきましたが、道中は今までとそんなにラインナップは変わらないですね。さあ、いきなりピオラ、ルビス、導き、バイシ、バイシ、バイシ、トキピオまで入った。うわ、魔人の目覚めも入った。すげえな、おい。さあ、連続呪文でイオナズーン。これはシャムネさんの賢者がもう大活躍中でございますが、ギガストラッシュ入ってズシャンとスキルフィニッシュ。早いよ早いよ。この CT チャージっていうかね、 CT チャージでのアドバンテージが入る装備もかなり、このレードでは優秀な装備になってきましたね。装備になってきましたね。神々や。さあ、赤田、ルビヒカ、超ギガと3コンボ入れて、一気にスキルフィニッシュ行きましょう。で、ブーメはね、もう言わずと知れた、ブーメ、ムチ、そこら辺ね、今回得意ダメージというかね、得意武器として大活躍でございますが。さあ、そんなこと言ってる間に、一気にアルダララ到着。どんな感じでしょう。さあ、来ました、アルダララ。お!単品で出てきて、しかも紫ゲージ。なんだそれ。
で、今回、あの前回動画でね、ちょっとディバインスペルの有用性をね、ちょっと話してましたけど、ディバインスペル非常に今回の、レイドではおすすめの、おーおお、ダメージ削れるね。ミスカイ、ここは入れたかった。賢者にスイッチ。さあ、ジェイドさん変えて、シャムネさんの連続呪文が入っていく。ドラゴラムはいまいち。で、デインもなんかね、いまいちだって噂を聞いていた。やっぱりデインもいまいちでしたね。まあ、といってもディバインスペル入れていく。暗黒ブレス、やっぱり闇ブレが来るね。お、いいね、新鉄で守備ダウンが入って、あ、イオナズもいまいち。おー、呪文系なんか対策されてきたって感じ。おっと、しかもこれ CT 現象入るんだったら、これはルビ盾がいいのか。混乱が入っていく。そして暗黒ブレス、どこまでダメージが入っていくか。おー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 おお、速度ダウンも入ったぞ。結構大変。さあ、ギガデインドルオーラで、ただこれはもうこれで抜き切りますね。はい、 OK ですね。ズシャン、まあいまいちとはいえ、やはりギガデインはダメージが通っていく。まあ、呪文はドルオーラ結構有効そうですね。なんか、いろんな呪文無効にされそう。属性系は。ということで、まあ、HP は多いんですけど、結構ダメージは通りやすい印象ですね。ダメージは通りやすいっていうか、総 HP のメーターの数は初めて紫が出てきましたけど、結構、1ゲージあたりの HP はそんなに高くなさそうですね。さあ、次ターン、マドハンドちゃん行きましょう。さあ、テンションアップ、アークカッター。おー、また剣闘が出る。すごいね。こんな発動するもんかい。シャンムネ補正がついてんのか。私も同じ装備 してきてるんですけどね。発動、私は一切発動しませんが。偏っております。ルビヒカ、オーバーキル。超オーバーキル。超オーバーキル。ドガーン。5000ダメージ。さあ、次行きましょう。やっぱ、ハッターンになった分早いな。まあ、当たり前なんですけどね。数が少なくなってますから。道中のやつのラインナップはそんなに変わりなしって感じですね、本当に。さあ、全体攻撃駆使して、ここもパッと抜いちゃっていきましょう。戦いのストンプ、火力上げ、アイニャトー。で、ルビヒカでスキルフィニッシュまでいけるか？ズーン。ギリ残って、グランドクルス、イオナズンあたりでいいダメージ通っていく。ズシャン。でね、今回はグランドクルスがね、ショック受けても、キャラクターチェンジで、対応できるのと、まあ、ダメージ通ってしまえばね、次ターンに行ってね、ショック解消されたり、まあ、ショック外し、ルビスの上とかね、エンリュージン上とかで外しちゃうみたいな、作戦をね、今回は対応してますね。来ましたよ、トリデちゃん。トリデちゃんはね、もうハンマー、爪とかね、おすすめ武器でガンガン削ってってね、ダメージめっちゃ通るんだよね。扇とかもね、結構ダメージ通ってた。さあ、戦いのストンプで火力を上げの、トシさんの新鉄あたりがいいダメージを見せてくれるか。しかし、新鉄ずれるのか。まあ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 、でも、2発入った。さあ、連続呪文で。これで落ちちゃうでしょ、もう。いい火力。さあ、そして、アークインパクト。ギガデインの後に入って抜け切れるか。新鉄も入るね。これで抜け切るね。あ、今、あれですね。情報入ってきましたね。ジバリーナ抜群らしいんですね。アルダララに。ちょうど私、ジバリーナ持ってきてるわ。そして私は3キャラ全員にディバインスペルを積んでいるっていうね。今んとこアルダララに全部ミスだからな。まあ、あとアルダララ、取り巻きがいないのなんか楽ですね。あれ？今度は青ゲージスタートなんだ。ここも紫ゲージスタートでよかったような気がするけど。あ、バギ系も弱点っていう情報も入ってきましたね。さあ、ルビス導きもね、非常に有効でございますが、ディバイン入れていって、ディバイン入るかな？超ギガ。気がした。電気はいまいち。あら、ディバインが入らん。今物理が多いからちょっと火力上げしとこうか。オンステージパインパインで、タタウタも戦いのストンプ歌えれば打っちゃってぐらいで、その後賢者スイッチでもいいかな。さあ、ルビス秘術、ジェイドさんが賢者に変えたか。一応ストンプ打つけど、次スイッチやね。みんな賢者や意味ねえストンプ。さあ、ここで賢者にスイッチで、おー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 おおお、暗黒ブレスダメージでかい。これ要注意ですね。イオナズン、ドラゴラム。ってことは、ドルオーラ、あれだね、ジバリーナで連続呪文かましていこうかな。さあ、賢者スイッチして、まあ一応ディバイン打っとくか。さあ、連続呪文、ギガデインからのイオナズン。全部いまいち呪文でどんどん削っていく。ドラゴラム。シャムネさんは3賢者で来てたね。ギガデイン。わー、これディバインいらなかったな。あ、ディバイン入んないね、こいつに。ディバインも対策されてきたか。嘘でしょなんだ今の。500通ったぞ、ダメージ。しゃあなし。またスパスタに変えるしかないか。さあ、どうしようか。マインドブレイクでも打っとこうか。火力は荷上げされてるからね。おお、いいダメージ。これでいけそうですね。なるほどなるほど。まあ、暗黒ブレスとなんか、尻尾の
瞬間ダメージは高いけど、ダメージさえ出せていけば削れていくって感じですね。まあ、今まで有効だった属性ダメージが結構いまいちみたいですね。アルダララちょっとイレギュラーな感じになってくるんでしょう。おお、2343ポイントも大きいですね。報酬のなんか変化はあるかな。まあ、報酬の変化は特になさそうですね。今回鍵がねいっぱい入るんでね、鍵消化しとかないと99本になって無駄になるとかってことが、ちょっと出てきてるぐらいですね。ただ鍵いっぱいもらえるのは嬉しいことなんですけどね。さあということで状況はどうなったか。あー、ギガボスへのダメージ17753、はい、ということで、ついに、ブラザーフード軍団のまあ親玉、アルダララが登場したということなので、皆さんもやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。